エインフルランとは、ハロゲン化エーペルの一つであり、1970年代から1980年代にかけて、吸入麻酔に使用された。1963年に、ロステレルによって開発され、1966年に、臨床的に初めて使用された。経過措置期限2008年3月末をもって、販売終了となった。エインフルランは、イソフルランの異性体である。 エンフルランは容易に揮発するが、室温では液体である。臨床的に、エンフルランは容量依存的に、心筋収縮力を低下させ、心筋の酸素消費量を減少させる。エンフルランとメトキシフルランの代謝物は、人毒性を持ち、急性人不全を引き起こす。エンフルランはイソフルランよりも代謝によって、脱フッ素化されやすいので、人毒性を起こしやすい。 エインフルランは、痙攣域値を低下させるので、転換患者に使用してはならない。悪性高熱症を弱気することも知られている。妊婦に用いると子宮が主観する。エインフルランは、イソフルランと同じく、ニューロンレベルにおいて、抑制性の受容体であるガバー受容体を活性化し、興奮性の受容体であるニコチン性アセチルコリン、受容体を抑制する一方で、 ナムダガタグルタミン酸受容体に対する作用はあまりないことが知られている。ニーダーマイヤー、エルンスト・シルバ、FH ・ロペスダ、エレクトロエンセファローグラフィー、ベーシック・プリンシプルズ、クリニカルアプリケーションズ、アンド・リレーテッド・フィールズ、リピン・コット・ウィリアムズ。 アンド・ウィルキンズ P1156, ISBN 9780781751261,https://books.google.com/.books, ID イコールトゥンキグフクデック&、ピコグラムイコール PA1156, 経過措置医薬品告示情報。データインデックス、2016年5月27日、閲覧。G. エドワード・モーガン。 マガド、エス・ミハイル、マイケル・ジェマレー、C ・フィリップ・ラーソン、クリニカル・アン・エス・シー・ジオロジー・サード・エディション、マグラ・ウヒル、P142、ISBN 9長7808億3851万5532、熊沢後期標準麻酔学、第5版、39ページ、熊沢後期標準麻酔学、第5版、26ページ。ありがとうございます。